今日はですね、なんとモニオの髪の毛をお家で切ろうと思います。モニパパが切ります。リジュとママアドバイスいっぱいください。まあ手袋するしかないけど、3、2、1。はい、皆さんどうもこんにちは。ムニパパです。ムニママです。そしてリジです。バーバです。ムニオです。今日はですね、なんとムニオの髪の毛をお家で切ろうと思います。ムニちゃんの髪の毛切るの、うん、初めて切ったのがいつだったか忘れたけど、ファーストカットの動画を上げたと思うんですよ。あの時はムニママの友達のプロのね、美容師さんに切ってもらってたんですけど、うん、今回はなんとムニパパが切ります。ムニパパ髪の毛作るのとかもうまいし、髪の毛に詳しいし、うん、まあ、セットはできるけどカットはどうだろうね。一応ね、専用のハサミはね、赤ちゃん用の買ってきたんですよね、うん、長さ調整する安全なハサミと、うんうん、すきバサミ。ムニオ髪薄いからすきバサミいるのかちょっとわかんないけど、一応ね。確かに。AGA のことを銀クリに相談したの。相談した。どうだった？俺の顔見ればわかるだろ。ムニオの髪結構もうね、長くてね、後ろがもうこんなんなんですよ。そうそうそう、ほら見て。ほら。絡まり合ってる。そう、絡まってるしね。後ろだけなんかもうね、落ち武者みたいになってる。なんか前髪生えてないのにね。前髪でも生えてきてるんだよ、これほら。これを全体的に長さを調整すれば、それっぽくなると思うんですよ。本当は最初ね、ムニパパが言ってるオーシャン東京に連れてこうと思ったんだけど。いや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 、赤ちゃんだよ。さすがにちょっと切る量少なすぎるだろうっていう。秒で終わっちゃうよ。あとさすがに1歳児が行くのは微妙かなっていうところでね、今回はちょっとね、思い出でムニパパがカットしてみたいと思いますので、はい、ジージとバーバに見守ってもらいながらねやりたいと思います。ジージとバーバアドバイスいっぱいください。バーバ手袋してるし、なんか準備髪の毛切るってここに入れようと思って、もうみんなに見守られてる俺が今みんなに見守られてる。それの感じじゃ、めちゃくちゃここに座りましょう、早速。座りましょう。はーい。モーニモーニモーニオ。これをやるのに。これね、レインコート。はい。おいしょー。オーサムシティ。オーサム、オーサムで買ったんだよ、それ。オーサムショップだっけ、なんだっけ。オーサムシティじゃない？じゃあ、それオーサムシティか。何回このやりとりだ。オーサムショップだったかな、ね、オーサムショップかな。でまずはね、お水、霧吹き、ちょっとね、あったかいぬるま湯にしてますけども、シュッシュッシュッと、はい、あ、卵ボール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 、サポート体制がすごいんですよ。おてお、うん、そうそう、うわー、なんか手つきが慣れてますね。いやでも、ね、あの素人なんでね、美容師の方とかいたら優しい目で見てください、ね、僕は何にも分かってないですから。でもさ、すごい綺麗にセットしてるもんね、自分の髪の毛とかも。うん、上手。セットは慣れてますね。うん、ちなみにムニパパのこの髪の毛はパーマです。ムニオに寄せたんですよ。じゃあ早速切っていきたいと思います。後ろの伸びた分をこの前髪の長さに合わせてあげたらいいかなと思ってます。今だとキャプテン翼みたいでしょ。キャプテン翼を直したい。はい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 。じいじ結構短くなりますけど大丈夫だと思います。ちょっとすきます。でも後ろは、後ろはね、量が多いからね。あー、あげてあげて、卵ボール卵ボール。可愛い、この顔。本当、じゃあ可愛い顔写しましょう。深刻な顔してる。深刻な顔してる。今から俺はどうなるんだろう。何やってんの。
ていきたいと思います。じゃあ真剣。もーにもーにもーにを。ちょっとすくね。いい？結構思いっきりいくね。うん。思いっきりっていいんだよ、子供だから。ね、そんなに。そんな感じしてやったらいいんだよ、これから。うんうんうん。みーちゃん動かないように、ね。もっとすいて。はい、まあ結構ね、おかなり伸びてる、すごい、これなんか安全なハサミらしくて、子供用の、子供用のね、そう買ったんですよ、わざわざ1,500円くらいだったかな、うん、じいじご用達のね、あ、そうそう、はい、ね、こんな感じで切れてます。おー、じいじ大丈夫そうですか、首を、首を入らないようにこの後ろに毛が入らないように、はい、ありがとうございます。わ、なんかプロみたい、プロみたい。パパ何やってもうまいね。ねえ、何でもできるタイプ。でも無料幸せだね。ねえ、いいね。いいね。男っぽくなってきた。あの可愛い。髪切られてるのに知らないで美味しく食べて。それでいいんだ。あと冗談。芸術家だね。なんか自分の頭の中で構想はあるの？なんとなく。すごっ。でもなんかいい感じ。目をちょっとするんだね。目を閉じて。あ、なんかいい感じじゃない？パパに似てきた。パパに似てきたと。髪の毛がパパと同じ。確かに。あれだけ言ったじゃん。もうパパ言うの髪の毛がそっくりで若くて。はい。人気ある。あ、そう、誰ですか？ムニパパと似てる俳優って。名前が忘れたけど、今度書いとこう。はい、今度ちょっと教えていただければ。うん、だってムニオがパパ言うんだもん。うん。パマもああいう風にして、他には言わない。あの人が出たら、なんとかのコマーシャルもやるんだ。自分で言うのもあれなんですけどね、結構なんか、小栗旬に似てるって言っていただくことが多いんですよ。小栗旬に似てる。小栗旬に似てる。なんかスッと来て、また。いやいや、本当じゃない、俺が思ってることだって、俺が思ってることだってよく言われるの。ムーニ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 よ。今ね、ちょっとね、散髪どころじゃない話になっちゃった。でもなんか最近は、おばたのお兄さんって言われました。ランク下がっちゃった。おばたのお兄さんに失礼。そうだね、失礼だよね、おばたの。じいじ、おばたのお兄さんご存知ですか？いや、知らないでしょ。うわー、すっごいかっこいい。かわいい、かわいい。アトムみたいになっちゃった。アトム。キャプテン翼からのアトム。そこのクリンってしてるところも取っちゃった。あー、クリンがなくなったよ、お兄ちゃんのクリンが。あー、なくなっていっちゃう。ママはちょっと嫌だね。なんか切ない。下のゴクリン？下の耳の後ろのクリンが好きだったんです。道端歩いててもこのクリゲのおかげでムニョって気づいてもらえたりするんですよね。なかなかないの、こういうところ。なかなかないですよね、このクリゲ。あ、ばあば、すいません、ありがとうございます。トップはそんな気になっていい気がする。トップはちょっとね、なんかふわっとしたいね。うわー、いいね。手際よくやりましたね。前とトップは着ない、後ろだけ。でもジージがさっき前揃えてほしいっておっしゃってたよ。はい、そんなこだよ。これこ、どこですか、どこですか。分かってるけど、どこのことですか。ここまっすぐ白って言ってる。ここだ。あ、ごめんごめん。だけどこうすればいいじゃん。あー、そう。そしたらかわいい。かわいいかわいい。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あげろよ、豆。あ、豆なくなっちゃいました。今あげるからね。今来るよ。豆が来たよ。豆。こんな感じでどうかな。いいよ、いいよ、全然いい。おー、いいじゃん。いいじゃん。なんかさ、ミスターサタンみたいになってたからさ。やっぱりサタンみたいになってるもん、まだ。そう、サイドが広がると頭が大きく見えちゃうから、すごく上手だと思う。すっごく上手。すごいわ。すごい上手、上手。え、私も切ってほしい。私の髪の毛も切ってもらうから。そうだよね。そうですよね。それはやばいと思うよ。
YouTube 的には面白いことになるかもしれない。そういうのも食べてない私。大変なことない。大変なことないです。はい、終了です。もうにもうにもうによ。串通りも良くなった。あ、本当だ本当だ。サラサラ。あ、なんかまっすぐになった。うん、またすぐこうなる。あ、なります。今濡らしてるからね。なんか頭の形綺麗になったね。どうでしょう。綺麗ですね。最高ですね。そう、上手ですね。バーバのその手袋は結局、あ、今活躍中。かわいいじゃん。バーバ手袋してるし。どうですか、ムニオさん。ジージどうですか。いいよ。なんか男の子っぽくなったね。ムニちゃんどう。あ、かわいい。鏡見に行くの。ほら、鏡見に行った。鏡ムニちゃん。疲れたの。おー、結構切ったね。ジージがコロコロしてくれてる。いいね。なんかパパに似てきたね。ちゃんと切れたよね。いや、普通に上手だった上手だった。私も切ってほしい。うん。え、可愛くない普通に。なんていうのは親バカかしら。可愛いわ。視聴者の皆さんどう思いますかね。素人なんですけどね、うん、視聴者の皆さんどう思いますか。ぜひ感想をコメント欄で教えてもらえるといい感じですよ。もうちょっと近くで見てみましょうか、ね、ってしてましたね。してるもうにもうにもうによ。バックとサイドがねブワーンってなっちゃうから、うん、バックとサイドだけちょっとついて長さ調整して、うん、トップと前髪はほぼ切ってないです。なんかスタイリストっぽい説明じゃん。そうそうそう、いいじゃん。スタイリストなのね。スタイリストミニパック。こんな感じです。ミニオ専属スタイリストですね。ねえ、いいですね。受けてに男前でね。でもなんか短くなってちょっとまた赤ちゃんっぽくなってきた気がする。まあもちろんね、プロの人が切った方がね、当然うまいんだけど、子供の髪の毛切れるのとかもさ、赤ちゃんの時だけだよ。赤ちゃんの時だけだよね、本当にね。これもいい思い出です。もうちょっと大きくなったらね、ヘアセットもしてあげようね。あ、いいじゃん、いいじゃん。その髪型にするの？あ、もう天然パーマだからね。ジェルつけただけでそれぐらいなりそうだね。いや、私はそんなつもりで映したわけじゃないです。つけるものがありません。いや、違います、違います。誤解が。じいじは無理です。でもじいじも床屋行ってんだよ、ちゃんと。月に2、3回行くの。3日か4日前に来たんだけど、あんな伸びちゃったの。38,000円。高っ。高っ。高いでしょ。だからあんたね、あれバリカンでしょ、ただの。あ、私が髪の毛あげるよ、やってあげるよって言ったら、うん、ダメだって言ってるんですよ。この髪で何を切るんだ、ね、私一緒に行ってみたらバリカンカーンして腕をちょんちょん。バーバアウト。ちょんちょんって切って4,000円。ここだけちょんちょんハサミで、あ、見てる、今確認してる。あー、かわいい。自分でこれどう、まあ、そんな感じでね、ムニオのセカンドカット、パパが担当しました。こんな感じでね、かわいくなったと思います。上手です、上手です。ちょっと機嫌が悪い。うん、眠いからね。大丈夫？パパ痛い。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、ありがとうございました。バーバもバイバイ。ありがとうございました。ジジもありがとうございました、手伝ってもらって。はい、おいで。はーい、バイバーイ。ムーニ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 よ。ムニオくん、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 ムニヤくん、ムニヤくん、ムニヤくん。